皆さんおはようございます。それではちょっとお話しさせていただくわけですけども、今西岡先生からご紹介していただいた通りなんで復唱はしません。ただ一つ間違いがありまして私文科省の国立教育政策研究所は一旦京都府を退職させられまして、割愛でですから国家公務員も一時期なったというね、そういう経歴あります。一番しんどかったのは横浜から感謝があったんですけども、東京までですね、霞が関の虎ノ門までね、これが満員電車で、東京ご出身の方よく知ってある通りですね、もう満員電車に揺られるのが非常に苦痛でですね、早々に帰ってきましたけども、そういう経歴の持ち主です。あとですね、ということでペーパー実はね PPT 用意してませんので、すべてペーパーでやりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、お手元のですね、初めにっていうのをもうほとんどこれで終わったということでご理解ください。あとですね、中学校長はね、2つの学校で経験させていただきましたので、1つ目の学校 A 校、2つ目の学校 B 校ということで、紹介させていただきます。あとですね、ここ数年心に刻んでいる言葉っていうのはですね、何かと言いましたとですね、皆さんビリギャルの本を読まれた方おられますか？またはですね、映画で有村架純さんがですね、映画で主役されたやつね、見られた方おられるかもしれませんが、あの本のですね、数ページ目にね、こんな言葉があったんです。ダメな人間なんていないんです。ただ、ダメな指導者がいるだけなんですって書いてあったんですよ。非常にですね、なんていうか、インパクトがありまして、私には。ここ数年ですね、その言葉を心に刻みながらですね、学校現場で勤めてきたという経歴です。それでは早速ですね、教育課程とはっていうところに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日は西岡先生からですね、私の尊敬する西岡先生から教育課程論の話のゲストで話してくださいと言われてね、いや現場はですね、教育課程論というとね、非常にちょっと身構えるんです。で、何かというとですね、そこに書きました通りですね、おそらくですね、現場の小中高の教員にですね、教育課程とは何ですかって聞いたら、おそらく学習指導量を多分ね、指し示ると思うんですよ。しかもですね、それはここに書かせてもらったのは中学校なんですけども、の枠組みを書かせてもらってますが、第1章総則、第2章各教科道徳、総合的な学習時間、特別活動ね。現場の教員はですね、さらにこの枠組みを意識するんじゃなくて、各教科のですね、国語なら国語の先生、社会なら社会の先生ということで、そこの年間指導計画と評価計画を意識するというですね、つまり教育課程というのは非常に狭くですね、感じているところです。ちなみに、一番中学や高校でかなりエネルギーと時間を割いているですね、部活動はですね、欄外ですよね。どういうふうに総則で書かれているかというと、学校教育の一環として教育課程との関連が図られるように留意することという一文があるだけなんですよね。現場は非常にですね、部活動に対するこの膨大な時間がですね、わずか一行で、記載されているということになります。さて、そういう教育課程なんですけども、こちらの教育課程論のテキストの一つにですね、田中浩二先生、西岡先生が書かれた本が紹介されてました。そこの中のに、子どもたちの成長と発達に必要な文化を組織した全体的な計画とそれに基づく実践と評価を統合した営みというのが記載されてますよね。で、これがですね、非常に私たち現場にはピタッときます。つまり一部の教科のごく狭い教育課程というよりはですね、田中先生ここで、教育課程の拡張と進化という見出しのところなんですけども、なるほどなと思って読ませていただきました。合わせてですね、その文章の前後に顕在的カリキュラムと、非倫カリキュラムのことを書かれてまして、まさしくですね、そのことがですね、学校づくりにとって重要なところになっていくわけです。で、従いまして今日今からお話しするのはですね、教育課程と学校づくりということで、この2つの用語をですね、どのように関連づけるとしたらですね、ニアリーイコールだというふうに思ってください。
広い意味での教育課程を、私は学校づくりということでご紹介させていただきます。なおですね、西岡先生別の本でですね、最近書かれた本の中にカリキュラム編成の構成要件の中にですね、重要な論点の中に交付エイトスっていうことをですね、指摘されてました。私たち現場の人間にはこの方がピタッとくるということです。従いまして、教育課程作りというよりはちょっと広い意味での学校作り、これによって子どもたちをですね、どのように学力形成そして人格形成をしていったかということをですね、少しご紹介させてください。どうぞよろしくお願いします。